さんこんにちは。おうちのソムリエホムリエ講座です。昨日ワインスクールで、今更なんですけれども、ボトルってどうやって持ったらいいんですかとか、グラスにどういうふうに注いだら一番かっこよく注げますかとかというお尋ねがありました。そこで今日は改めてボトルの持ち方、注ぎ方などをお教えしたいと思います。まず基本的に座った時、お皿があってワイングラスというのは必ず右手側にセットしてあります。そしてレストランなどでのパン皿は左側です。昔で言うところのお味噌汁は右、ご飯は左、給食で言うと牛乳は右、パンは左に置くようになってますよね。そうやって覚えていただくといいかと思います。右手側にグラスをセットするということは、サービスをするときには必ず、右肩側からサービスをされると思っておいてください。ですから注がれる側も、飲んだ後にね、途中でこっちに置いたりとか遠いところに置いたりすると、おかわりを注いでくださるときにちょっとこう、不自由をかけてしまいますので、必ず飲んだグラスは右に置く。よくね、狭いテーブルで左側に置いちゃってる時に隣の人がこのグラス飲んでたっていうこともあるんですよ。ですから、右側にセットしてあるというのを覚えておいてください。それでは実際のワインの注ぎ方なんですけれども、注ぐ際に少しこういったおきんのようなもの、トーションと私たち言いますけれども、3つ折りないし4つ折りにして、さらにこれを持ちやすく、私なんかね、人差し指を1個入れてこうやって持っています。そうするとワインを注いでちょっと汚れた後に今度はこっち側にひっくり返したりとか、さらにこっち側にひっくり返したりとかっていうことで、有効に使えますので、少し持ちやすいサイズに折って、これを必ず手に持っておくと、ちょっとしたこぼれだったりとか、ボトルを下げるときに、後でちょっと液だれするのを防ぐときなどにも役に立ちますので、使っていただければと思います。じゃあ、右側にグラスをセットしてありますので、必ず、右側から注いでいただきたいんですけれども、この時に皆さんこう結構ね、遠くから注ごうとするのね。そうするとちょっとこう不安定です。しっかりと右足を踏み込んでボトルに近くまで行って注ぐ。そしてここで上げる。よくやるのが、皆さん恐る恐る注いで恐る恐る下がっちゃうので、その下がる時にポタポタポタとワインがこぼれるということがよくあります。しっかりと近くまで行って注いだら、ここで真上に上げてトーションで迎えに行って下がる。これをやっていただきたいと思います。踏み込む、注ぐ、まっすぐ上げて下がる、この要領です。でボトルの持ち方なんですけれども、要はラベル、ここにはどこのワインですよとか何年のものですよなど、いろんな情報が書かれていますので、ラベルをちゃんと表にする。よくね、裏返してこうやって注いでる人とかいるんですけれども、これだとねもったいない。注がれる方に、できるだけ、ラベルが見えるようにしてあげることがいいと思います。持ち方は要は落とさないのが一番です。無理をして下から持ったりとか、やると、小さい手の方とかね、あと、白ワインなどで氷につけてた場合、このラベルがねつるんと剥げることもありますので、しっかり、下は下からでもいいです、横からでもいいです、支えてあげてください。でラベルを上に向ける。私はね、結構ね、この下からこういうふうに持って上を少し押さえるという注ぎ方で、やります。ラベルがよく見えるようにということです。で注ぐ量というのは、グラスはいろんな形があると思いますが、一番膨らんでいるところよりもちょっと下を、目標にしていただければと思います。並々に注ぎすぎると、香りが広がるスペースが少なくなりますので、一番膨らんでいるところよりも下を一応、目指していただきたいと思います。じゃあやってみたいと思います。ラベルをちゃんと表に見せる。で踏み込む、そして注ぐ。
上げる、で戻る。よくねここでこう回したりとか、まあ回さないとっておっしゃるけれども、それよりもきちっと踏み込んで上に上げる。ここにちゃんとね、液だれのためにボトルにはカクンカクンと、まあ、ストッパーのようになっていますので、これをねこのまま引いちゃうとこぼれちゃう。しっかりと上げる。でこのストッパーに少し引っかかってます。そこでお迎えに行く。まあこうやってね一滴ほどついちゃいますけれども、まあ、そのためにこれ持っておくといいと思います。いいですか。注いで上げて戻りです。じゃあぜひお家でやってみてください。あと気をつけていただきたいのはガラスにこうくっつけない。注ぐときにガラスにくっつけちゃうと割れちゃう可能性がありますので、真上にポジションを持っていったらグラスからは必ずちょっと離した位置で注ぐようにしてください。それではやってみてください。またねー。